森田直行は日本中央競馬会立東トレーニングセンターに所属する調教師、滋賀県出身。史上初めて休務員から直接調教師試験に合格した調教師である。1984年10月に JRA 競馬学校休務員課程に入学。1985年1月に立東長浜彦三郎級舎の休務員となる。 1988年8月からは、長浜博之旧社。1989年3月からは、福島信春旧社。2007年3月からは、松田博士旧社で、旧務員を務めた。最も長く勤務した福島旧社では、様々な仕事を任され、栄養学、獣医学を学んだ。2012年に調教師試験に合格。 ヤハギ・ヨシヒト調教師の下で一年間技術調教師として、研鑽を積み、2014年3月1日に旧社を開業。同年6月14日の阪神 11R を競泳アシュラで制し、初出走から通算64戦目で、初勝利を挙げた。同年9月11日には、オーバルスプリントを競泳アシュラで制し、交流重賞初制覇。開業初年度は、 中央では4勝。2年目と3年目も8勝ずつと、初年度から3年連続で2桁の勝ち星には届かなかった。しかし、状況方法に変化を加えた2017年からは、勝ち星を伸ばしており、同年は22勝を記録している。2018年7月29日、アイビスサマーダッシュを一番人気の大名プリンセスで、制止。 開業6年目で JRA 重賞初制覇。2着にも管理場のラブカンプーが入り、自身の初重賞をワンツー決着で飾った。2021年1月31日、小倉競馬第 4R で高ススが勝利し、JRA 通算100勝を達成した。休務員だった森田が長教師を志したきっかけは、 福島信春旧社に所属していた時期に全国競馬労働組合から独立した組合21世紀の組合長が調教師試験を受けてみろ。これからは女子からもバンバン受かる時代が来ると全組合員に対して述べた言葉であった。ただし調教師試験の受験までたどり着いた旧務員は森田ただ一人で40から50人いたという同志は 勉強が続かず脱落していった。体重の増加で重い時は約7 0ラムに達し、オレンジ棒時代に福島市からもう乗らんでいいと言われていたため、調教助手を経ての受験は選択肢から外れていた。森田は受験期について最初の3年ほどは適当にやっていた。でも時間の無駄だし、本腰を入れて勉強したら5回目に一時試験を受かってね。 当時の厚生室長に、休務員から受かりますかねって相談したら、関係ないから頑張れって。それで、やる気が出たと振り返っている。仕事中も勉強したメモをポケットに入れたり、携帯電話に保存した競馬放棄を読んだり、風呂と食事以外は勉強していたという生活を続けた。2011年5月には妻をがんで亡くし、受験を断念することも考えたが、厚生室長の励ましや、 後押しをしてくれていた妻の思いに背中を押され、受験を継続。翌年、11回目の挑戦で悲願の合格を果たした。旧社の理念は、馬を壊さず鍛える。調教方針はかつて所属した松田博士旧社のスタイルを受け継ぎ、ハードな調教を実施している。ハードな調教には故障のリスクがついて回るため、松田と同様に、朝一番に前馬の足元や、 あゆみをチェックして、運動に出る前も、あゆみを見て送り出すことを日課にしている。重症優勝場、カッコ内は、当該場の優勝重症競争その他、森田直行の年度別成績を参照。ありがとうございます。